広大な園内、愛知健康プラザ外館愛知健康プラザ内館愛知健康の森公園は愛知県大府市と東浦町の丘陵地にまたがる愛知県営の都市公園である。前身は県立大府運動公園で管理運営は指定管理者である公益財団法人愛知県都市整備協会が行っている。1997年10月 愛知県康の森の関連施設として開園した。愛知県康の森は、全体面積約100ヘクタールの広大な敷地に、健康ゾーン、運動ゾーン、研究ゾーン、生きがいゾーン、福祉ゾーンの5つのゾーンが設置されており、このうち、健康ゾーン及び運動ゾーンの51.5ヘクタールに、テニスコート、体育館、球技場、ベビーゴルフ場、 交流センターなどの施設を設置し、都市公園として整備が行われている。園内には、上記の施設の他にも、アスレチック風の大型遊具などが設置された子どもの森や大芝生広場、山山広場などがあり、親子ともども楽しめる空間となっている。また、ホタルの里では、森岡ホタル保存会の手によって、ホタルの幼虫の放流が行われ、 観察会などが開催されているほか、ジョギングウォーキングコースは、東浦マラソンの会場としても利用されている。2015年4月28日には、約2.8ヘクタールの敷地に、薬草園が開園した。なお、薬草園の管理、運営は、指定管理者の愛知県薬剤師会、ひまことグループが行っている。大府市と東浦町で推進する、ウェルネスバレーにより、 公園周辺には医療、福祉、健康関連施設が多い。ありがとうございます。